私は思っております。そういうふうに戦争、税金で人を殺せる国にするのではなくて、もっと学ぶ姿勢に優しい、私たち一人一人の子供の未来に優しい国づくりにしてほしい、そう皆さん思いませんか。そんな思いで増山さん、そして吉田さんを心より応援したいと思っております。何のために育てているのか。戦争で殺されるためでもない、戦争で誰かを殺すためでもないんです。法人税は下げられ、企業は空前の利益を上げている。それは一人一人の労働者を使い捨てにしているからです。この現実にきちんと気がつき、正しく怒らなければなりません。私たちの国でも奨学金の借金を背負って半数以上の大学生が社会に出ていく。その金額300万は少ない方で、400万、500万、600万、多い方は今で言ったら1000万円もの借金を背負って社会に出ていきます。